新しい年を迎え、新しいディスプレイを近くのパソコン屋さんでお年玉価格で購入。2台になったのでデュアルディスプレイにしてみた。設定に意外と手こずって疲れました。もうやりたくないです。疲れたから愛話のラジオでも聞いてゆっくりしましょう。